أمي في خطر. その意味では完全に遠い作品、歴史的に遠いで、精神的な距離も現在からすると遠い作品になるわけです。でその遠さっていうのが実はロズニッツァ監督の今回の3作品とともに、他の作品も私見たんですけれど何本か、それに基本的に共通するものです。距離というと非常に冷静な距離ですね、冷静沈着な距離感というんですけど、もっと遠いんですね。気持ちが入ってないというとちょっと言い過ぎになるんですけど、そういう全然その欲望とか関心とか熱狂とかそういうものから遠ざかった冷たい遠さがありまして、でこれが実はアウステルリッツを見た時に、多分皆さんホロコーストのを現代どういうふうに想起するか、どういうふうに語り継ぐかというテーマで、多分そういうテーマの映画だと思ってご覧になると、ただ淡々といろんな観光客がですね訪ねていって、ただ見てるだけと、で何の説明もないと。でしかもその映った映像の中には、普通我々が関心を持つそのホロコーストの凄まじいイメージですね、もしくはそれに関して想起させるもっと直接的な痕跡というものがあるかと思ったら全くないと。でそして人々も神妙に見てる人がいなくもないんですけど、基本的には本当に夏の観光を楽しんできてる、そういうラフな格好、ラフな雰囲気の人々しかいないというですね、この落差というもの、この距離感を要するに映ってる民衆からも感じるということで、これが現代の距離的にも心理的にも距離的にも遠い人々が歴史的なそういう過去のですね重い出来事をどう受け取るかという、まさに同時代のケースとしてこのアウステルリッツは見せるわけですね。でその距離感でもって、では現代の、例えば現代過去のソ連のスターリニズムのこういうある種の大きな模様のようなものをどう取るかというのをですね、例えば現代の、例えばモスクワの何らかのですね記念碑のようなところに行って取ったら、ひょっとしたらアウステルリッツのソ連版ができるのかもしれませんが、そうせずにアーカイブ映像でその距離を示すのはどうするんだろうという、でこれがおそらくロズニッツァ監督の持っているその冷めた距離、これが国葬とあと粛清裁判のこの2つにですね結実してるわけなんですけど、でもやっぱり見てて画面の中はある種の高揚感がある、特に粛清裁判って裁判ですからね、でしかも断罪されて死刑とか宣告される人が出てくる、そういうものすごい盛り上がった出来事なんですが、ところが我々はそのすごい見せ物、圧倒的な真実の見せ物が、これ言っていいですよね、単なる演じられた嘘茶番であったということを知らされる。で特に国葬の場合はそういう意味では、スターリンが死んだのが茶番じゃないんですけれど、ところがスターリンの死をこれほど厳粛に国民を挙げて祝っているのに、この後あっという間にスターリンの権威が失墜するとというのをですね最後に知らされると。でこれで実はこの歴史的な距離感ですね、その当時事件の現場、その時代がどれだけ盛り上がって、そこに映っている儀式も人々の姿も本物であったとしても、それがいかに単にその場の一現象、通り過ぎていく現象に過ぎないのかと、要するに本当の核っていうのはですね、果たして映画映像で捕まえられるんだろうかって、すごい根本的な問題はやっぱりロズニッツァ監督っていうのは意識して映画作ってんじゃないかと、そう思わざるを得ないわけです。でこれはだからその時点からアウステルリッツをもう一回考えると、これ本当に大胆な映画で、おそらくドイツの監督がホロコーストの過去をどう語り継ぐかという時に、あんなに冷めた距離で、ある意味どこかちょっと他人事ではないんですけど、半分やっぱりよそ者として見るという、やり方はですね、ちょっとあまりにもね、ある意味けしからんと言いますか、ちょっと冷めすぎというので、ドイツの人だとあそこまでいけないと、もっと真剣に向かい合わなきゃってなると思うんですよ。でそれを考えると、ロシアの方の素材の方は、要するに自分が半分当事者なわけですからね、ロズニッツァ監督で、そこに関してはもう少し積極的にこの歴史の茶番というか、残虐な過去というものをどうやって向かい合うかというのは、もう少し真剣に自分の歴史として考えているんでしょうけど、ホロコーストを描くときにはそこをちょっと外しているところがある。
で、そう外しているからこそですね、あの今までヨーロッパ の、まあ、要するにユダヤ人迫害であるとかその他のナチスによる蛮行をですね、あの真面目に見るというのはちょっと斜に構えてずらして見ることができるんですけど、ただこれは私は実際に去年の夏このザクセンハウゼンベルリンの郊外、それこそ電車に乗って1時間近く離れていったところなんで、で特に壁のあった時は完全に東ドイツなんですね、あのだから本当に東の田舎町にずっと入っていくわけですけれど、だからもうベルリンの都会のですね賑やかさとは全く無縁のあの地方の田舎町になるんですけど、そこへ行きまして、で駅を降りると普通のあの人のいない眠たるげな町なんですが、ところが駅からバスの乗り場に行くとものすごい数の観光客がもうすでにいます。ですから実は私はあの場面をアウシュテルリッツの場面をリアルにカラーで見たんですけど、まあ本当に世界各地の、まあといっても大体基本的にヨーロッパの人々でしたけど、あのアジア系の人とかあの多分アラブ系の人はほとんどいなかったかなという気がするんですけどね、この映画の中でもほとんど映ってませんでしたが、大体ヨーロッパ系のそういう人たちが特に若者たちが色とりどりのカラーの T シャツやパンツを履いてですね、あの普通にゾロ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 とあの学校の遠足のようにやってくると。で当然そんな感じで来てるわけですから、あの真面目に勉強するぞっていう神妙な態度っていうのはほとんどなくって、だからここに映ってるのがある種今現在ホロコーストがこんなに風化してるんだって嘆くということも一面なんですけど、逆にこれが現実なんですよね今の。でそれを見た時に私自身が何を感じたかというと、自分自身そこに行ってます、そして当然その強制収容所で起こった出来事の凄まじさ悲惨さというのは勉強もしてるし映画でも見ました。それはあの劇映画だけじゃなく記録映像でも、当然昭和もあればシンドラーのリストもあるという中である程度知識を持って行ったわけですし、で私自身実はあのまだ20代の頃にアウシュビッツにも行ったんです、ポーランドの。でアウシュビッツっていうのは本当にもう巨大な超巨大なあのですねあの収容所跡地でして、ポーランドのクラカオの外れですけれど、でそこは本当にものすごい量の展示物があります。あのザクセンハウゼンの日じゃないし、で実際私はちょっと話がずれますけど、そこに行ってですねもうちょっと一生に一度だけのすごい体験したことがありまして、あの皆さんもアウシュビッツの収容所に行くと、例えばあの奪われた、ね、物を奪われてですね、あのカバンが山になったり髪の毛が山になったりというそういうすごい物量的なその虐殺などというのを見ますけど、それ実物あるんです。でもそれってなんか展示されている感じがするんですけど、私はあのはっきり言ってそれと全く関係なくですね、その収容所にあの長いですね長屋みたいな建物が2階建ての建物がいっぱいありまして、それがそれぞれ の国別の展示になってるんですね。例えばポーランド人の収容者の展示、チェコ の収容者の展示みたいな、そういうのあるんですけど、でそれがあのずっとですね展示されてる間に真ん中にストンと廊下があるんですよ、長く何十メートルも。でその廊下の両脇の建物の部屋の中に展示があるんですけど、その真ん中の廊下にですね誰もいなかったんですけど、そこはただの廊下じゃなくて収容された人たちの顔写真がね何百枚ずらっと並んでるんです、そこで。それはあの実際あのその場で撮られたものかもしれませんけど、別にそんなにですね死の恐怖をたたえたようなそんな神妙な顔じゃないんです、普通の表情してるんですよ。でそれがずらっと、まあ、モノクロばっかりでしたけど、それが並んでまして、だから関係者が行ったらですね自分のおじいちゃんおばあちゃんが写ってるみたいな、そういう状況でやってるのかなと思いましたけど、あの人の顔がそれだけただ写っているだけでもですね何百枚何千枚って並んでると、実はそこをですね端まで歩いてみようかなと思ったら、あの 1,2,3 歩歩いたところで足が動かなくなっちゃってですね、あの本当にもうそれ以上進めなくなったっていう、あの生まれてこの方歩けないと、精神的な問題状況で歩けなくなったなんて、あの時しか体験したことないんですけど、あのそれぐらいですねやっぱ人の顔、人がいたっていう時にその顔というものがそこにあるっていうことのインパクトっていうのはやっぱすごかったですよね。それはどんなに残虐なものをイメージで映像で見せられたりとか、その痕跡をね物で見せられるよりもやっぱり圧倒的で、だから実際その顔ですね、でしかもその顔は表情とか何か演技をする必要ないんですよ。そこにいたっていうのがそこにあるだけで、それがずらっとあるだけで、もうちょっとですねあのそこにはもうあの入れない
まあ、外から訪問したものが入れないようななんか凄まじいものがありまして、でそれは残念ながらなんですけど、ザクセンハウゼンにはそういう意味での圧倒的な被害の痕跡っていうのはやっぱりないんですね。本当に跡地としてガランと建物があって、ちょっとだけ展示物が物が残ってるという状況なので、だから行った人がそれほど強いインパクトや衝撃を受けて帰るような場所じゃやっぱりなかったんです。ザクセンハウゼンというのはもちろんその拷問が行われたであろう地下壕みたいなところがあってそこ入れるんですけれど、まあそこはああここ怖いねという感じなんですけど、でもそれもなんかの舞台セットみたいに見えるわけですね。あのなんかそこではあんまり現実というのを感じない、どっか映画のような形で想起するだけであって、そのここで何が具体的にやったんだろうっていうのを想起するのってやっぱりその収容所の跡地にただ行くだけじゃあの無理だなと思いました。だからでそこに出かけて行って何か学ぼうと思って、で結局夏のですねあの暑い夏の日をですね過ごして、そしてあの映画を見ると最初まず入り口から入るところであるんで、ある程度神妙に入る人とかよく分からずに来た人みたいなのがあって、実はあの映画その意味ではあのツアーで回っていくという時間順をある程度守ってるんで、で大体あの焼き場ですね、焼却炉っていうのは大体回る時の最後の方に見るんで、だからあの映画の順番で大体回るんですけれど、でその辺に行くとそろそろ終わりで、しかも山場ですね、で案内の人もここが一番すごいとこだよと言って死体を焼いたところだと言うんですけど、ところがザクセンハウゼンの焼却場は破壊されててですね、ほとんど残ってないんです、焼き場焼却炉が。だからあのアウステルリッツでザクセンハウゼン の焼却炉が映ってない、見てる人だけ映ってるのはそこからカメラを振ったらですね、ただ単にガランと空き地があって、あの焼却所 の痕跡みたいな跡地がちょこっと残ってるだけだからです。でそんな具合なのでですね、本当に空っぽなんですね、ザクセンハウゼンって。でそういう意味ではだからロズニッツァ監督があの一応いろんなあの皆さんパンフで読まれたと思いますけど、あの今そのホロコーストのねその現場に行って、その現実をどういうふうに見るかという時に、あのこんな普通にねあの自撮りをしたり普通に観光で行ってていいんだろうかという疑問点を語られてましたけど、でもロズニッツァ監督本人が行ってここで何が想起できるんだろうっていう根本的なことを思ったんじゃないのかなという気はするんですね。だからあのでそこでもう一つの問題なんですよ、あのザクセンハウゼンの中で展示されているのにあの映画の中に全く映らないものがあるんです。何かと言いますとですね、あそこは旧東ドイツの土地だと言いましたけど、つまりロシアの赤軍ですね、まさにスターリンに率いられていたソ連軍があのベルリンを解放したその地域です。ですからあのザクセンハウゼンは戦争が終わった後ソ連軍が強制収容所で50年まで利用してました。ですから実を言うとあそこで展示されている展示室の一番奥にはソ連軍がナチ関係者やドイツ人をどういうふうに収容したかっていうその資料室があるんです。でそこが他のですねドイツ中にある強制収容所跡地、それこそ映画の一番最後に出てくるダッハウとかですね、あれはあの南ドイツの方とかと違うとこです。つまりザクセンハウゼンってソ連が使った強制収容所なんですよ。だからナチスドイツが加害者だった時代とソ連軍がある意味で拷問とか収容に使った場所という二重に意味があるんですね。でしかもそれの象徴としてあの映画の最初と最後、あの労働すると自由になるというあの象徴的なのがですねあの文言があるけど、その後ろに像が立っています。あの3人ぐらいの兵士、解放された人たちの勝利の像ですが、これは当然ソ連軍が建てたものです。つまりソ連がナチスドイツからですね、まあドイツだけじゃない、まあ、人類を解放したという表向きのですね象徴があそこにはど真ん中にどんどんあるんですよ。でそれはあの最初と最後の働けば自由になるというあの言葉にかぶってですね背景にしか見えない。でこれも明らかにロズニッツァ監督、ソ連ロシアの方としてはですね本当に言いたかったかどうかは分かりません。でもあの映画の中で最も重くですねあの現実の痕跡として見えるのはやっぱりあの最初と最後のソ連軍の建てたですね解放の像なんです。男はあの映画の中で他にはほとんど見せないんですよね。完全にあのナチスとホロコーストの文脈の展示だという形でいくと。でこれまさにこれも距離なわけです。対象にどこまで挑んでいくか、
でこれはあのカメラを撮る時も特にあの人々がいっぱい写ってますけど、 あんまり覗き込まないですよね。これ要するにカメラがものすごい遠いところから撮影していると、すごい望遠で撮ってそれでズームにしてるんで人の顔とかが大きく見えるということなんで、まさにカメラがですね人々に近寄っていって覗き込んでいくものとかですね表情を捕まえに行くっていうことをやんないわけです、この映画で。これ今回の3作がそういう距離を持った素材ばっかりかなと思ったら、実はさっきちょっとあの昔それ以前に撮った短編のあのソ連の工場の労働者のドキュメンタリーがあって、これあのムビで見られるんで見てほしいんですけど、あので字幕がなくても見れます、字幕ないんですけど全部セリフなしですけど、あのファクトリー工場っていうのがありまして、工場の中で製鉄とかですね、あの漆喰でなんかブロック作ったりっていうその作業をやる男女の姿をただ映す、労働の過程を映すだけの映画なんですけど、これもあのやっぱり淡々としたリズムでじーっと見るんですけど、やっぱりね近寄らないんですよ。結構ズームにして大きく見せるんですけど、例えばその鉄鋼であのですね製鉄してて燃えるようなところをズームで大きく映すんですけど、普通カメラがもっと手作業とか顔の表情とか撮りに行くと思うんですけどね、そういう仕事の現場を撮るドキュメンタリストっていうのは、そこへ寄らないんですね、ロズリッツァ監督って。だからあの最初から要するに自分の身の回りのものを撮る時からロズリッツァ監督ってすごい引く人なんだということがずっと一貫してるんだというのがよく分かりました。でだからその距離感でもってですね、で当然あの自分が当事者じゃないアウステルリッツというかそのザクセンハウゼンの強制収容所も行ってしまうと、でそれがある意味でうまくテーマ的にもハマったのがアウステルリッツだと思いますし、でこれはあのでソ連の歴史の場合、今回その極端の国葬と粛清裁判というちょっと極端なものを見たんですけど、だからもしもロズニッツァ監督がもっと現代のソ連のこういう歴史の痕跡をたどる映画を作ったらどうなるんだろうというのは、これはぜひちょっと次のステップとして見たいなと思うところがあります。つまりあの普通ドキュメンタリストというのは現実を捉えに行くと、まあ、例えばもう公開はあったかな、例えば原和夫監督の映画なんかがお好きな方のように被写体に食らいついていくような、そういうもの、熱いものをあの見るのがドキュメンタリーだと思うとすると、ロズニッツァ監督のこの冷めた距離感というのはちょっと明らかにその今までのドキュメンタリーと違ったですね、その のある種のスタイルを持ってるのかもしれない。でもっと若い監督になるともっと個人的によるんで、例えばあのプライベートなですねあの個人映画みたいなそういうテーマが多くなりますが、まあ予算もないということもあるんでしょうが、もっと内側の世界にこもるんですけど、ロズニッツァ監督ってその上の世代の社会に体当たりする上の世代でもなく、もっと下の世代のプライベートなところに掘り下げていくという、そういうのでもないちょうど間の世代なのかなというのをちょっと見てて感じます。つまりロズニッツァ監督はあの小さく撮るんですけども、あの決してプライベートなそういう世界の人じゃないなということです。でそれはじゃあ個人がないのかなと思うんですけど、でそれはですねさっきのアウステルリッツがでちょっと思ったんですけど、本当はあるんだけど、いやそれも想像かもしれないですけど、でもそこを直視しないんだなと、そこを無理に掘り下げずに、でもそれは多分世界がバッとあってですね、世界が一つあって、でそこをカメラが向かっていって何を捉えるんだろうというところで考えながら悩みながらですね、世界の前にカメラを据えてですねじーっとですね待っている、見ていると、今そのスタンスでいろんな世界の大きな世界というものをですね見ようとしているのかなと思います。だからあの普通のドキュメンタリー映画を見に行った時にストンと落ちるものが多分ないと思うんですね。あの映っているものはそれなりそれぞれなりにすごいんですけれど、だからそこのところの違和感というかですね、それをもどかしいと感じるのか、あこういうクリアな見方だと、ある意味で距離を取って見通せるクリアな見方だと思うのかということで、多分ロズニッツァ監督の楽しみ方ってガラッと変わるかなと。で私自身も実はこうやって語りながら非常に面白い、他にない面白さを感じるんですけれど、で特にそのなのドスコイとぶつかっていくものばっかりがドキュメンタリー映画じゃなくてもいいと思ってるんで、実はロズニッツァ監督の引いた感じってすごく面白くって、特にアウステルリッツのようにドイツの真面目なドキュメンタリストがもっと真剣にホロコーストを語るべきだと。でこれはですねドイツの監督よりも例えばユダヤ人イスラエル人の監督が強制収容所を語るともっと強情的ドグマティックになりますから、
こんな観光地でですね、なんか仰いだりあの、水を飲んだりしてるような、そんなのけしからんってことで多分絶対入れないと思うので、もしくはそういう人たちが本格的に歴史に向かい合う瞬間までちゃんとカメラで追うと思うんですね。ロツニツァ監督はそこ行かないわけですよ。これが現実だってところで、でもしくはいろんな人、真面目に見る人もいるけどそうじゃない人もいるっていうところでですね、まさにそれを群像としてですね、幅広く撮っていくわけですね。でも我々は多分そういういろんな人がそこにいるっていう、その人たちの姿顔を見ながら、そのしかも近い距離遠い距離、その距離感ですね、画面の中の距離感というのをロツニツァ監督はもう一つ非常に大事にする人だと思います。近いところ遠い、真ん中の距離遠いところというのが全部一緒に一画面の中に映るってことですね。遠近法じゃなくて並んでるわけですね、いろんな距離が。でそれを見ながらですね、これが現実の姿なんだと、でそれを自分なりにですね、距離を頭の中で気持ちの中で調整しながら読み解いていくというのが多分ロツニツァ監督の世界の見方で我々に提示されるもんだろうなと。でその時にもう一つ、時間的に重要なのが、それでもこのロツニツァ監督の映画が単なる現実を切り取っただけのスナップショットに終わらないのはやっぱ大人の力だと思うんですね。国葬でもなんか知らないですけど、非常になんか不気味なまがまがしい音の絨毯がありますけれど、でそういう音の絨毯のある種のなんかまるで音楽のような、しかも現代音楽のような不思議な質感というのは、残念ながらアステルリッツはやっぱりそんなに音が豊かじゃないんですね。強制収容所ってものがないので。ところが他の場所に行くと、特にさっき言った短編の工場の中だと、工場って本当にいろんな音が聞こえますから、その素材の音とか人の動きとか、そういうのをですね、単純に音としてこんなに面白いさまざまな音がするんだと、ちょっとびっくりするぐらいサウンドトラック豊かなんですよ。だから多分アウステルリッツも単なるニュース映像で見るんじゃない、いろんな音がね、自然の音とか人々の音とか声とか、あれ絶対いろんなところから画面に映ってないところっていうことは全然違うところの音をミキシングしてると思うんですけど、そういう形で音のコスモスをかなりフィクショナルに作る人だなと。でしかもそこですごい音というものにはものすごいこだわってる。映像というのは淡々と見せるのに、むしろ音の方がですね、もっと雄弁にいろんなものを組み合わせてですね、作品作ってるんだろうなと思うんで、これは本当に映画館で集中して音聞かないとやっぱりロツニツァ監督を体験したことにならないだろうなとは思います。ですからこれ3作品はぜひ映画館でやはり味わっていただきたいと思いますし、でその他の作品もですね、ぜひいい音響環境でネット上でも見たらですね、ロツニツァ監督ってやっぱりまだまだなんていうか、いろんな側面を持った深い監督だなというのが分かるかなという気がちょっとしてます。